えー、カレー好きじゃないですか、私。ね。皆さんご存知だと思いますが、<laughs> カレーライス大好きじゃないですか <laughs>。えー、まあまあ、人並みにカレーは好きなわけですよ。ね。で、さあ。 えー、家でお母さんが作ったりするカレーも、まあもちろん私は好きでございますが、えっ、ー、と、割と外でもカレーは食べるんですよ。なんか外食だな、なんか食べて帰ろう、何食べようかな、とかなってくると、えー、まあラーメンかカレーになってくるかな、選択肢的にね。まあその辺が割とさ、あの、あまり時間かけずにさ、ご飯パッパッパッと食べれたりするから、まあ選択肢の中でもかなり上位には来るんですが、えー、割とウーバーの帰りだったりとか、なんかどっか行った帰りとかに、まあカレーを食べて、 えー、っと、もう、ベッタベタなんだけど、ココイチめっちゃ好きなのね。それこそ、あの、若手の時とかに、ニードルの、えー、ガキさん、当時まだ石垣慎之助という芸名でしたが、えー、G、とかと、えー、一緒になんか国分町で働いてる時代があって、帰りにココイチ食べて帰ったりとかって、結構ココイチは、えー、ンプ数も多いからね、えー、食べたりもするし、あとはあの、インドカレー、ネパール 的なさなんか本格的な、もう向こうの人がやってますみたいなお店あったりするじゃんか。でっけえ難出てくるようなね。あそこあるでしょそういうところでカレー食べたりもまあするわけよ。ね。難を引きちぎり。ね。カレーの、なんであの手の店のさ、ルーってあのちっちゃい器に入ってんだろうね。すごい。あ、もうこれっぽっちじゃ足んないよって思うんだけど、不思議なもんで、あの、難で食べるときは全然余るんだよね。 あれきっとだから、カレーライスで、ライスの上にかけたら全然足んないんだけど、意外に何につけて食べるぐらいだったら、あんなちっちゃい、ね、なんか大番焼きぐらいのサイズの、大番焼きよりもちっちゃいわ、ぐらいのサイズ感のさ、あの、器に入ってるカレーのルーがさ、絶対足んないと思うんだけど、いざ、あのー、 食べると全然余るって。まあ、その話はどうだっていいんだけども。だからそういうところに行ったりもしてっていう感じで、まあ、ちょくちょくカレーを食べるわけ。で、あと俺ね、レトルトカレー大好きなのよ。 えー、スーパーとか売ってたりすんじゃんか。あとは、成城石とかに売ってたりもすると思うんだけど、いろんなとこコンビニでもあるよね。レトルトカレー。今ではもうあのー、パッケージの外の箱をちょっと開けたらそのままレンチンできるパターンもあるし、湯煎のパターンもあるし、いろいろ温め方はあるけども、レトルトカレーも好きで、なんか割と300円ぐらいのレトルトカレーガンガン買ってきてストックしてたりすんのね。それぐらい割とカレーは、まあ人並みにだけど、まあ食べますよと。ただ、 そんな私がね、あのー、あまり食べに行かなかった某有名チェーンカレー店があるのよ。で、そこがどこかっていうとね、えー、55ゴーゴーカレーさん。 ゴーゴーカレーさんですよ。もう宮城県にもありますし、全国に結構な店舗数がある、あの、金沢カレーだよね。金沢カレーのお店、ゴーゴーカレーさんが、えー、まあ、仙台だと一番頂点があったりして、この同じラジオ3でも確かね、ゴーゴーカレーさんの番組やってるはずなんだよね。で、あの、もともと仙台に最初にできたゴーゴーカレーっていうのは、一番町じゃなくて、泉にあったのよ。あの、今の、 えー、カインズホーム。あそこは市名坂かな市名坂の、えー、カインズホーム。ま、あそこがもともとあのー、大英でその後声優になってみたいな流れがあるんだけど、声優時代かなんかの時に、えー、同じ敷地内にゴーゴーカレーができて、おそらく宮城県の最初の店舗はそこだったはずなの。で、宮城県にゴーゴーカレーが来るぞって話題になって当時、俺が芸人になって 後だなだった後だ、ななだだだだっっっっっったたたた後とと思うんんけどもカレー屋さんができるぞってててちょっと行ってみたのよただ申し訳ないんだけど、その時俺、ゴーゴーカレー、ハマらなかったわけ。ね。で、なんでかっていうと、あの、金沢のカレーなんだけど、あっちの特徴で、カレーのお皿があって、ご飯がよそってあるじゃんね。カレールーがよそってある。そこまでは普通のカレーなんだけども、ご飯の上にキャベツ乗ってんのよ。 俺、それがダメで、あの、野菜とお米を一緒に食べれない人間なのね。だから、あの、福島のさ、ソースカツ丼とかあるじゃんか。ね、あの、アイ若松とかその辺かな。あとはあの、新潟、あ、タレカツ丼とソースカツ丼、ちょっとごっちゃになってるけども、なんかそういうのがあって、そういうのも割とカツ丼とかもさ、カツの下にキャベツとか入ってたりすることあるじゃん。あれがすごく、えー、苦手で、 なんかお米と野菜を一緒に食べるっていうのが得意じゃないわけ。だから、ゴーゴーカレーさん、ああ、野菜乗ってんだ、野菜嫌い、みたいな小学生みたいな理由で、あまりハマらなかったわけ、ゴーゴーカレー。それ以来、勝手な、なんかもう自分の中で、ゴーゴーカレーは俺あんまり好きじゃないんだなっていう意識のまんまいたから、ゴーゴーカレーに食べに行こうみたいな意識が全くなかったわけよ、この10年ぐらいね。ただ、この間、ふとゴーゴーカレーさんの看板をパって見たときに、あ、 久々に食べたいなと思って。で、ちょうど晩飯食って帰んなきゃいけない日だったわけ。で、いつも通りココイチにしようかなと思ったんだけど、あーちょっと今日はゴーゴーカレーに行こうかなーとか思って、もう十数年ぶりだったと思うんだよね。一番町のゴーゴーカレーさん、あの、地下に入っていくんだけど、階段でバーって降りてって、えー、カランコロンカランって入って、食券機みたいなのがあって、えー、頼んだわけよ。で、もう久々に食ったんだけど、 めちゃくちゃうまいな。高校カレー。めちゃくちゃうまいな。あのー、大人になったんだろうね。そもそも、ご飯とキャベツを一緒に食べるってことの抵抗がなくなってたのよ。それが一番の感動で。あれなんか、 お米とキャベツ全然普通に食えるわと思って。でなってきた時に一番の弊害だった部分がクリアできてるわけじゃん。そんでもってゴーゴーカレーのルーがめちゃくちゃうまくて、ああもうなんかやっぱココイチとは全然違うわなと。ココイチって結構シャバシャバ系のルーで、俺すごいシャバシャバなカレーが好きだから、ごあのー、ココイチ好きなんだけど、あれゴーゴーカレーのルーもめっちゃ美味しいと。しかもなんかカツも美味しくて。で、 あそこ最大に強いのが、あのー、カツがあって、で、テーブルにね、ソース置いてあんのよ、ゴーゴーカレーって。で、そのソースを、カツの上にバッシャーってかけて、えー、カレープラスソースのお味が楽しめるみたいなのがおそらくゴーゴーカレーの、えー、食べ方なんだろうね。俺ちゃんと調べないで食ってからわかんないんだけど、で、そのソースと、 えー、カレーの相性も抜群で、それと一緒に口の中に放り込むカツのうまさたるやいなやですよ。本当に、めちゃくちゃうまいと思って。で、それがね、 先週末かな先週末、そこでこれ、ゴーゴーカレーにハマって、そっから4日連続ゴーゴーカレーですよ、私は。もう、一度ハマるともう食い続けてしまうっていう悪い癖が出てきます。あの、一応今んところの新記録は、えー、多分、あのー、お蕎麦屋さん、神田蕎麦の2週連続ね、14日連続ぐらいが多分今んところの外食連続新記録だと思うんだけども、今んところちょっと4日連続ぐらいね、あの、ゴーゴーカレーさんのおさでめっ めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいし、あの、一番長の55ゴーゴーカレーさんは店員さんがめちゃくちゃ感じいい。本当に。皆さんすんごい感じのいい方で、あそこウーバーイーツでもよく行くんだけど、店員さんに対してすごく優しいお店で、 行くじゃんか。そうすると、夏とか、お水自由に飲んでいいですよ、つって置いてあるの店員さん、あの、スタッフ、配達用のお水が置いてあったりして、で、お手洗いとかも自由に使ってください、みたいな感じで。まだ店員さんに優しい。で、さらに店員さん商品受け取って、えー、去っていく時も、あの、気をつけていってらっしゃいって言ってくれるのよ。すんごい感じいいの、ゴーゴーカレーさんって。だからお店の雰囲気もいい上に、 あんだけちょっとうまいから、ちょっとね、4日連続ね、私今午後から食べてまして。えーと、YouTube で本日生配信同時に行っておりますので、ちょっと拾っていきたいと思いますけども、えー状況さん、一応元気だな、といただいております。ありがとうございます。意外にね、俺、もうすぐ40になるっていうのにも関わらず、カツとか全然ガンガン食えるんだよね。20代の時とかに比べたら焼肉食べれる量は減ったなとは思うけども、まあ、全然気にならず 毎日カツカレー食ったっていけるぐらいではありますね。まよちゃん、ゴーゴーカレー食べたいね。あの、ウーバーイーツやっておりますので、ぜひ、あの、ウーバーイーツ、県内にお住みであればね、ウーバーイーツでも頼めますのでね。あとは街中行った時、ぜひ、あの、夜のね、えー、っと、10時、 10時か10時半まで営業中ですので、あのぜひあの時間ある時にね。えー、状況さんはね、ちなみに昨日はバーモントカレーだったそうです。やっぱね、カレーは間違いないよね。えー、っと、あ、ディープくんさん、ゴーゴーとチャンピオンのどっちかっていう。あれ、チャンピオンカレーってさ、有名だよね。東京にあるよね。俺食べたことある気がすんな。それこそディープくんさんって西の方にお住まいだから、 どちらかというと、我々、東北人よりも、馴染みあったりすんのかねゴーゴーカレーとか、その西の方のカレーに馴染みがあるかもしれないね。なんか、ね、いいよねなんか博多とかも美味しいもの多いって言うじゃんか。なんか西の方に旅行してみたいなと思いますね。えー、そんなこんなでちょっと今ゴーゴーカレーハマっておりますので、えー、果たして、明日もゴーゴーカレーに私は、 えー、を運ぶのか、交互期待でございます。それでは今夜も参りましょう。ゴールデンライン木曜、なおみちのく、今夜も来られる。 改めましてこんばんは、ゴールデンライン木曜直道のク今夜も怒られるパーソナリティの直道のクです。この番組はラジオ3のゴールデンライン枠で直道のクが、あーだこーだお話をしながら、えー、他方面から怒られるそんな30分番組となっております。まよちゃん、毎日カツカレーはやばい。ね、さ <laughs> <laughs>、さすがにこれを2週間無理よ。神田そば合意はさすがに無理だとは思ってはいますが、まだ全然もうちょっと食えるなーディープくんさん、5ゴ号ーゴーだけに5日連続ってかはははは。<laughs> <laughs> ありがとうございます。<laughs> いいですよ。そのノリ大好きですよ。あ、上京さん。えー、涌谷町出身てか、涌谷町の方なんですが、上京さん、ちなみに涌谷町はカツカレーの町です。知らない聞いたことないえ、待って、詳しく教えて、あの、ちょっと、あの、内容次第では番組で紹介させてもらいます。ちょっと気になりますね。えー、カツカレーの町なんだ。全然知りませんでしたわ。 え、そんなこんなで冒頭から、え、カレーのお話、皆さんもね、今頃カレーが食べたくなった頃じゃないかなと思っておりますが、話は、え、ガラッと変わりまして、先週末かなえ、R1 グランプリ。 ね、えー、ピン芸人の日本一を決める R1 グランプリが、えー、テレビで放送されておりまして、えー、まあ、僕芸人のくせにあんまりネタ番組見ないんですよ。それでも、あの、オリバーというコンビを組んだ後からは割と勉強のためにお笑い番組は見るようにはなったんだけども、それでも他の芸人さんに比べたら見ない方だったりするわけね。そんな私がですね、ちょうど R1 の日に、えー、ウーバー行こうかなと思ってテレビ消そうかなと思ったらちょうど、 えー、今夜 R1 グランプリ決勝っていうコマーシャルやってて、それ見て、あー、録画しようっていう気持ちになって、珍しく。 録画するかと思って、行く直前に録画をしていったわけですよ。で、そしたらなんか楽しみになってきちゃって、R1 グランプリを見るのが。だから、あの、ウ、えーバー中、夜もウーバーやってたんだけど、一切 R1 グランプリの結果を <laughs>、シャットアウトして、誰が優勝したとか、一切耳に入れないようにして、えー、お家に帰って、 あのー、R1 グランプリを、あのー、晩飯食い終わった後に、結果を見ないようにして、えー、全部通して見たって結構珍しい。なんなら、俺多分 R1 グランプリをちゃんと見たの初めてかもしんない。 R1 グランプリっていう賞ーレースがもう何年ぐらいやってる賞ーレースかちょっとわかんないけども、えー、ね、出たことあるくせに何なんだって話なんだけど、多分決勝戦とかをテレビで見たのは多分初めて。なんかついてるから流し見ぐらいはあるけど、頭からケツまでネタ全部しっかり見たのは初めて。M1 とかもほぼほぼ見ないような人間だからね。で、えー、っと、なんで今日はちょっと R1 グランプリの話でもしようかなと思ってまして、あの、まず、えー、結論から言うとめちゃくちゃ面白かった。 やっぱり、あのー、さすが、さすが、賞ーレースの決勝だなって感じだったね。もうどのネタも、ええー、面白くて。 なんかね、あの、出てもいない人間がさ、ね、あの、とやかく言えることじゃないけど、とにかく面白かったね。で、あれはさ、審査員さんとかはさ、毎年変わってんのがね、よくわかんないけどね。えっ、ー、と、今年の審査員はザコシさんがいたりとかして、でもザコシさんって多分何年か前まではきっといなかったんだろうからね。おそらく R1 を優勝した後からの審査員の方だろうから、まあ、その辺はちょっとわかんないんだけども。で、ちょっとね、私が、あのー、見てて、 今誰がいいたっっっけななちょととごめんなさい、ね、今えー、っとね誰がね出演してたかがねもうね結構時間が経っちゃってるんで覚えてないんですがえー、誰かなあの人あの人 <laughs> えーっとあルシファー吉岡さんルシファー吉岡さんめちゃくちゃ面白かった、うん、あの1本目のさ設定が秀逸でさあのまあネタバレになる方もい,らいないかもうさすがにネタバレになることもないと思うけどもなんか婚活パッ パーティーみたいな、えー、設定だったわけですよ。で、その設定もまず面白いんだけど、なんだろうね、やっぱピン芸人のあのー、皆さんの演技力の凄さ。演技、あ、そうか、吉住さん女性の。唯一多分女性一人だったよね。だからね。吉住さんの演技力もそうだけど、やっぱピン芸人の演技力って半端ないなと。 まあね、演技力上げざるを得ないみたいなところもあんだけどね。一人で全て表現しなきゃいけないから、ね、コンビだったらね、二人でね、分担できるものも一人でやんなきゃいけないから、一人で何役もやったりする芸人さんとかもいるんだけど、やっぱ大変だから、必然とまあ演技力が上がっていく。正確には演技力が高い人だけが生き残るっていう言い方でも正しいのかもしれないけど、ルシファーさんの演技力と、も設定、 設定でさあの、なんかどんどん引き込まれるというか、えー、非常にルチファーさんも面白かったし、あと、トップバッターの人、トップバッターの人ね、マキシさんかな多分マキシさんだよね。マキシさんもすんごい面白かった、設定。あの、ドラマの、 てか、アニメとか、青春ドラマ、青春アニメの冒頭のセリフみたいなものがどんどん繰り返されるみたいな、え、感じの、え、ネタだったんだけど、あれもすごい、ああ、なんかそこの着眼点すごいなと思って、あの、誰かね、あの、審査員の方も言ってたけど、キャッチーなんだよね、すごく。誰もがわかるイメージしやすいような設定だからスッと入ってくるし、そこのパターンのさ、多さとかも、え、全然飽きないし、すごい面白い。ただ俺、ごめんなさい、マキシさん初めて知ったんだよね。 なんか、割と常連らしいね、決勝戦の。どこの事務所の、社長知ってます事務所おっきい事務所の方初めて。あ、やっぱそうなんだ、マキシさん。でもなんか、前にも決勝行ってるとかってなんか言ってたような気がしたなすごい面白かった。で、あのー、テーライズ界隈のお客さんにしかわかんないような例え方するけど、 あの、めちゃくちゃ面白くした。とんでもなく面白くした関亮太みたいな人だなと思ったのよ。ね。元うちの事務所の芸人さんで、今も多分なんかラジオをやってると思うんだけど、関さんが割と芝居的なね、芝居チックなコントをする人だったわけです。私の先輩なんだけどね。それをすっごい煮詰めてめちゃくちゃ面白くしましたみたいな人だなと思った。なんとなくキャラクターもね、なんかお芝居の心得があるのかなっていうような演技派な感じの方だったから、すんごいとんでもない 面白くした関さんね。関さんがとんでもなくつまんないみたいに言ってるわけじゃないからね、別にね。関さんは面白かったけども、面白かった関さんをとんでもなく、こと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 煮詰めて面白くしたような、えー、感じだったら、マキシさんね、コント面白かった。あの方はね、ネタ順悪かった気がする。トップバッターじゃなかったら、正直もっと上行 てたんじゃないかなって感じがするねやっぱトップバッターってやりづらいんだなと思ったねどうしてもねあの評価の基準にされがちだからね、うん、マッキスさんも面白かったしあとはね誰がいたかなえー、っとねあさっきなんか良純さんの演技力なんか販売あの人すごいわえー、もう演技で引き込まれるあーもういるよねこういう女性っていうような演技を ま、あやっぱちょっと誇張してるんだけど、その誇張の感じが絶妙なんだよね。若干誇張しすぎ感なんだけど、あの、ザコシさんみたいに誇張しすぎない。ザコシさんは行きすぎてっから、ね。あれでコントやったらめちゃくちゃになっちゃうんだけど、ほんと抜群の、えー、演技力というか、良純さんも良かったしね。あのね、誰だっけあ、トンツカタンのお抹茶さんコンビか、 あ、トリオなんだっけトンツカタン、トンツカ、トンツカタンさん。ごめんなさいね。俺あんまお笑い詳しくないからなんだけど。トンツカタンさんの、あの、カリン島で作った車みたいな曲を <laughs>、ネタ時間の4分尺かな ?4 分尺ずっと歌い続けるだけって、あれはちょっとめっちゃ面白かったな。うん。なんか点数には全然、あのー、繋がってなかったけど、こんなん流行るだろうと思って。あのーね、なんだろうね。 ああいうネタが流行るよね。優勝しなくても流行るようなのって大体ああいうネタだろうなって感じがしてね。リズムネタじゃないけど、歌系のネタはめちゃくちゃ面白かったね。ただ、トンツカタンさんのやつは一個だけごめんなさい。偉そうに本当にごめんなさい。一個だけ、あのー、陣内智則さんも言ってたんだけど、後半の歌詞がね、あんまりだったんだよね。一番衝撃的なぐらい面白くて、 メロディーもなんでこんな感じの曲なの、曲調なのみたいな感じで全てが面白かったんだけど、2番以降の歌詞がね、あんまり刺さってこなかったんだよね。こう1番の歌詞を超えてこなかったというか、まあ難しいと思うよ。メロディーに合わせて歌詞で、歌詞だけで笑い取るとすごい難しいと思うから、あれでも十分にも面白いと思うんだけども、やっぱりその1番でハードルが上がりすぎちゃった分だけ、ちょっと2番以降の歌詞が、あーなんかもうちょっと、でも もう一声くれば、間違いなく、決勝行って、直す、な、なんなら、もうなんかすごい流行っただろうな、この曲は、っていうふうに思うぐらいには、えー、面白かったね。あと誰だろうね。えー、あ、町浦ピンクさんね、優勝された、言っていいよね。いや、ね、町浦ピンクさんは、あれだよね、T ライズのライブ出てたよね。んと出てましたよね。 ですよね。いきなりライブ出てましたよね。そう。町浦ピンクソンっていきなりライブ出てたよなと思って。俺覚えてんだよ。あのー、ただのくんがコン、ただのくんとザ・コンセンツ復帰して、した時期に来てんのよ。っていうのがなんで覚えてるかっていうと、多分夏だったと思うんだよ。夏で桜井薬局セントラルホールでやってて、多分暑かった日なんじゃないかな。俺とただのくん、暑いなどうするかっ、つって、したらただのくんが、 上の映写室。ね、映画館だったんだけど、上の映写室がエアコン効いてて涼しいっていうのを、<laughs> 悪いから、あいつ。あいつ悪いやつだから、上涼しいぞ。行こうぜっつって、入っちゃいけない映写室に入ってって、クーラーガンガン効いた上の映写室から小窓越しに見た記憶があるんだよ。街裏ピンクさんを。な、だからすごい覚えてたの。 上から見てすんごい面白いね、この人って、二人とること涼しいね、面白いね、涼しいね、面白いね、みたいな。<laughs> そんな感じの通しせた記憶があるから、だから、あ絶対いきなり出てた人だよなと思って、すごいね。あの、いきなりライブ出てね、R1 優勝すんだからすごいよね、本当にね。ただネタに関しては、あれはもうさ、好き嫌い分かれるよね。 うん、すっごい好き嫌いが分かれるネタだなぁとは思った。刺さる人には刺さるだろうし、ただ、あのー、俺はあんまり刺さらなかったのね、あのネタ。っていうのも、俺は割とあんまりお笑い見ないから、ベタなものが好きだったりするわけよ。で、街浦ピンクさんのネタ、 ってさ、すごい、なんか老若男女に受けるようなタイプのネタじゃないと思うんだよね。あの、多分何周も回った人に突き刺さるようなネタな気は <laughs> してんのよ。だから、俺はあんまり刺さらなかったし、まあ視聴者の人がどうだったかま、まあでも1位になってるぐらいだからね。だからどちらかというとか審査員さんたちみたいな、もうお笑いを熟知したような方々にはやっぱ刺さるようなネタなんのかなって感じはしたよね。うん、いや、すごいなと思いますよね。 あとね、なんか誰かいたかなーえー、っとねー、ああの人、あのー、アマチュアの方いたよ。俺、びっくりして普通に見てたらさ、アマチュアとかなんか流れ出してさ、え、アマチュアの方決勝来てんのとか思って。あれもちょっと衝撃的でさ、えー、っと、独裁スイッチ企画さん。ね。すごいなと思って。で、ネタもさ、あのー、<れ>コント。クソ ドンクサイいや、独裁って書いてあるよ。独裁さいスイッチ企画。はい、独裁スイッチ企画さん。あのー、ネタはもうめちゃくちゃ面白い。もうコントの設定から何から面白くて、ただ、あのー、なんだろうね。 最初にアマチュアって言われてるから、俺が多分そのアマチュアフィルターで見ちゃってたんだと思うんだよね。どうしてもアマチュアというフィルターを一枚挟んで見てしまった部分もあるのかもしんないけど、演技力的なこと、俺さっきから演技力演技力って言ってるけど、演技力というか表現力みたいなところが、 だけやっぱプロの皆さんに劣ってたかなって感じはした。ネタの設定も中身もめちゃくちゃ面白かったし、すんごい細かく練られてたけど、表現するパワーみたいなのが、やっぱりその、その前に吉住さん見てっからっていうのもあると思うんだけど、やっぱそこの差があって、多分そこの差の分だったような気はするな。でもあの方4位とかだったでしょ多分。すごいよね。アマチュアで4位でしょだってもう決勝進出、決勝っていうかファイナルステージ進出の一歩手前ぐらいだもんね。 いやーなんかすごいなと思いますけども。あ、曲を流そうと思ってたんだった。ちょっと時間があったらエンディングでまたこのお話したいと思います。じゃあ本日の曲いきたいと思います。鈴木愛理、最強の推し。 さあ、このままエンディングでございます。えっ、ー、と、もうちょっとね、あの、珍しく R1 グランプリの話したいんですが、えー、ちょっともうエンディング時間ないので、この後 YouTube 生配信の方に延長してお話ししたいなと、えー、思っておりますのでう、ラジオ3さんでラジオ聴いてくださってる方は、ぜひ、あの、YouTube 生、YouTube のアーカイブ残ってますので、T ライズで検索していただいて、アーカイブご覧になっていただきたいと思います。あと、この後、えー、11時からプロレスの時間の再放送もラジオ3さんでありますので、ぜひ皆さんそちらの 方も聞いていいいてたただきたいと思います残念ながらちょっと伊藤がさんお休み会なんですけども僕と青木さんでいろいろプロレスの話30分してますので楽しんでいただきたいと思います。ゴールデンライン木曜直道の今夜も起こられる YouTube 生配信じゃなくてラジオ3での放送はここまでです。それでは来週もみんなで飲み行くグダグダ